それではよろしくお願いいたします,ししま,すえまず和歌山の産業になう若者の進学や就職の状況はどのようになっているんでしょうかまずですね、はい、高校を卒業してそれであの大学や短大に進学する学生も随分多くてこれがまあ5000人ぐらいいるんですね、えー、それでその5000人ぐらいの方の約9割ぐらいがね ええ、県外の大学とか短大とかそういうところに就職あ修学されるんですね。あ、九割。うん、はい。でそうするとね、ええ、県外に行っちゃうと県外でそのまま就職してしまう人が多いですね。こちらがその図になりますかはい、はい。そうですね。はい、あのまず、えー、県内進学率が十三パーセントしかない。はい、県外進学率の八十六点六あると。はい、まあいうことなんですね。ええ、そのうち、えー、その三割ぐらいが えー、帰ってくるんだけど、はい、この86.6%のうちの、まあ、残りの7割ですね、えーえー、これが県外にそのまま就職してしまうということになるわけですね。はい、なるほどね多くの学生がそうすると県外で就職してしまう状況であるということなんですが学生たちは U ターン就職についてはどのように、はい、あのまずですねこれをちょっと見ていただきますと。はい あの、県内でね。就職したいという人が実は4。3%ぐらいあるんですよ。はい、それから、あの県外で就職したいという人も、まあね。1度はそっちでやってみたいというような人も多くて、はい、えー。それから特定の地域にこだわらないという人も結構多いんですね。ああそ,その方々がですね。あの将来は u ターンをしたいなという人が。 あのまあ随分あの下にありますけども、まあ結構いるんですね。えーはい、でそういう意味では、あの実際は県外に就職してるんだけども、県内に戻りたいという人は結構いる。えー、あの和歌山にいると叶えられない職業というのはあります。はい、例えば私はあの経済産業省ですけどもでしたけど、えーうん、でそれはあの和歌山にずっといたいんだっつったって <laughs> あの採用してくれないですよね。でそういうのはまあ。 しょうがないと思うんですよ。はい、そういうのになりたいんだから、えー、私もそうだったけど。はい、で、だけど、和歌山に実は帰りたいんだよね。っていうような人が、和歌山で就職できてないというのは、これはかなりまずいところ。<ー>そういうふうに思うんですね。ね和歌山には、そういった学生が就職する企業はありますか。か、はい、これはね、あの、結構いっぱいあるんです。はい。あの。例えば。和歌山の、あの、企業ってね。割合、あの、最終製品を作ってないやつが多いですね。はい で作ってても例えばあの非常に有名な島精機なんてのは立派な会社がありますが、えー、あるいはあの住友あの新日鉄住友なんてね、はい、その企業がありますね大きな企業で、はい、ありますけどもあれも中間材とか産業材を作ってるんですね<ー>最終材消費材を作っていないというのが多いんで,、えー、でそういう意味ではあんまり有名にならないんですね<ー>一般には。はい、で和歌山はね私はね北イタリアにとっても似てると思ってるんです。はい 私もミラノですミラロンで有名なのはねあ、はい、そういう企業は有名なんだけどそれで終わりかというと実はイタリアの,その生産額北イタリアの特に生産額の主流,主流はですね、はい、これは機械とかあの、えー、金属なんです、えー、でヨーロッパ中のその最終材を作っている会社にその部品とかね、えー、あるいは装置とかそういうものを作って納めてるんです。はい 和歌山っていうのはちょっとスケールは小さいかもしれないけど、はい、そういうところに近いんですね、はい、それからあの、えーまあ、よそから企業誘致で連れてくるというのも、まあ、ずっとやってきましたね、はい、でこれも随分積み重なりまして、はいえー、和歌山では私が就任以来ですねあの都合117社ぐらい来てくれたんですね、はい、それで従業員もまあその巨大な1社でドーンっていうのは難しいんですけど 雇用は1519人、はいあ、あの全部であの足されているはず。したがってその選手はたくさんあるというのが、はい、あの現実です。なるほど。はい、まあそうなっていくと和歌山の企業を知ってもらわないといけなくなるわけですよね。ねまあ和歌山で今何をしようとしているかと,いうと、はい、和歌山産業を支える人づくりプロジェクトというのをやってるんですね。はいはい、でこれは えー、大学生等の、ね、u イターン、UI、ターンというのは和歌山から行って戻ってくるという「友事」です、ね。と、はいね、いうのは一直線ですからよそから来てちょうだいって言って和歌山へあの人材を引っ張り込んでこようということですね。はい、はい、それからあのもう一つはそういう人たちを殺すあの育成していかないといけない、ねはい、県内のものづくり企業の成長を支える優秀な人材を育成していかないか、えー、育てるということですね。はい そういうことを二つやっていかないといけないと思うんです。じゃあこの大きな二つの柱の一つ目、UIT アン就職支援についてはい、はい。これはね、どうするかというとですね、はい、大学生っていうのは就職活動をしますよね。はい、就職活動をすると、あの、えー、大学の方に、えー、企業があの求人を出しに来るわけです。はい、そうすると大学生はこういろいろ勉強してね、それであのそこへ。 あの会社説明会とかどんどん行くわけで,す、ええ、でそこから就就職活動就活動ですところがですね例えば神奈川県の大学に進学した子を考える、はい、あるいは京都の大学に進学した子を考えると和歌山の中堅中小企業なんかは、うん、なかなかねそういうところまであの会社の,あの就職求人情報を出さない、ね、出せないですねそうすると学生の方はわからない はい、かといって学生の方は和歌山で就職したいなと思っててもどこへそういうね相談を持ちかけたらいいのかどこで情報を取ったらいいのかわからん、はい、そういうその情報の欠落を補おうというのがこのプロジェクトなるほど。でどうするかというと、はい、あの大学生が就職活動をする時期になったら、ええ、あの和歌山の企業の情報をですね、はい、ドーンと集めてあの、えー、あのメールとかね、ええ、あるいは あの書き物とか、はい、そういうのでーンと送り届けるんですね、はい、でこれ簡単なように思うでしょう、えー、で難しいのが2つあるんです一つはね、はい、企業の情報を集めなきゃいけないあそうですね、うん、それから次にねその学生のところにボーンと送り届けるっちゅうけども例えばどこにいるんだとかメールは何だと分からないわ、ね、からない、はい、それから実は学校は結構分かってるんです分かってる。はい 分かってるけども学校からその情報を勝手に県庁の権威で取ったら、はい、それは、ね、プライバシーを違反になるんです,そうですねしたがって、はい、卒業の時に子どもたちに分けを話をして、はい、それで就職の時期今から3年後4年後になったらあなたのところに情報が欲しいかとあなるほど、ねはい、そういうことを欲しいと言ってじゃあどこへ欲しいかというのを書いて提出して県庁はそれを持ってるわけ。なるほどで持ってて、はい ということでないと悪いわけですそれから個々の企業の情報だけじゃなくて就職説明会とかそういうのもどんどんやりますから各地でもやりますからねそういう情報もどん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 お届けするとそれによってね相思相愛になって就職が決まればいいこううい考え方ですい。そして2つ目の柱ですねものづくり。 これはね工業高校立派な工業高校が和歌山にあって、はい、大変定評があるんです、はいでえー、その工業高校の生徒さんは例えばねホンダとかトヨタは知ってるけれどもあのなんとかっていう和歌山の立派な中堅・中小企業なんて名前知らないですね。はあ、そで,ねでそうすると、えー、まあ例えば自分はどこへ行きたいかと考えるときに、ええ、知らなければですね じゃあまあ自分の就職はまあ私は自動車系の,そのね技術を勉強したからほんじゃあ,まあ自動車会社しかないのかというんで行ってしまう、うんうん、だけど実は自動車部品を作ってる会社っていのはいっぱい立派な会社があるんです、はい、和歌山にね。はい、でそういうようなことをですねです、えー、でそのために経営者が話をしに来てくれるで就職説明会に来てくれる。 それかから実習なんか、ね、ちょっとこううちへ来て試してみるかっていうようなことを協力してくれる、はい、でそんなことによってですねあこの企業へ入ったら自分は大丈夫だなということを分かるそれで就職するこれが一番ハッピーですよね今そういうことをやってますなるほどねでそのイメージはね、うんはい、ここに載ってますね企業の経営者があー説明してくれる<え>企業の技術をあ教えてもらう、はい、それから企業の 県内の企業を知るってこれはまあ就職説明会みたいなやつですね。はい、えー。それから企業の現場であの学ばせてもらう。はい。まあそういうようなことをいろいろやってるとですね。あこの企業だったら大丈夫ということになるなということです。なるほど。はい。さまざまな取り組みがなされていくわけですね。はい、その他にも取り組みありますか？はいはい、の今はちょっとあの特に最近やってる重点について申し上げたんですけれども。はい。そのほかね、えー、企業の合同説明会をやると。はい、それから 和歌山で働きませんかということで、これ中途採用のね、情報提供をどんどんやって、はい、それから、あの、県内の大学もあるんですよ。はい。立派な大学が、はい、和歌山大学とか和歌山高専とか、そういうところにもね。あの、さっきの企業の経営者なんかに、こう入ってもらって。どんなに立派な企業があるんだということを、ちゃんと教えてもらったら、そういうところからも和歌山に就職してくれますよね。はい。そういうところも、あるわけであります。 ただですねこういった人材確保をせっかくしたんだけれどもめてしまうううといい人も多よですねこれはねよく言われるのはね3年ぐらいで辞めちゃうというのはね大学生で3割ぐらいなんですと高校生で5割で中卒の方で7割ぐらいの7、5、3というこういうことをね言う人がいるんですが実はね当たらずといえども現在は統計的には遠からずなんです。 和歌山もねこれ高校生の例なんですけど、はい、高校生の、えー、1年目に辞める人がこれはまあ紫色ですね、えー、それから2年目が青色で、えーまあ、茶色が3年目なんですけど、はい、この3年間で半分ぐらいの人が辞めちゃうわけですあ,、ね、あんまりこう職を変わってるとこの人はそのまた辞めるんじゃないかというふうに次の,あの求人の人が思いますよね。はい でまあ、そういう点であんまり好ましくはないと思うんですね、はい、それから本人にとってもまあ上くというのの上用雇用のね、はい、一番いいところっていうのは、うん、その中でどん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 人間が成長していってその,そ,れのその人に教えていくことによって企業の成長も図られるとこういういいところがすごいあるんですけど、はい、それが途中でプツプツ切れてしまうんですね。えー でそれはまああんまり良くないので、あのどうしても変わりたいっちゅう人は別に自由なんだけど、はい、あの今のやり方を何とかできないものかと考えるわけです。はい、でそこで思いついたのが高校生の場合は就職活動を大学生みたいにしてないんですね。はい、ですね。あの例えば高校生の中で成績のいい子とかまあいまいちの子とかありますね。えー、それであの成績のいい子はあの求人リストがあったら先生が、うん あの一番なんかちょっとこうかっこいいところに行くかといって進める、えーはい、そういうことがまあ結構多いんですね、えー、でそれだとねステータスシンボルはある企業といえども自分の希望と合ってるかどうかわかりませんそうですね,ねやりたいことと合うかどうか、ね、まあ仕事がなぜ辞めるかというと仕事がきつかった、うん、あの長時間残業があるんですけど、はいはい、あのその他ですね例えば仕事仕事場のですねあの、えー 人間関係があ<ー>あの辛かったなるほどそれからストレスがいっぱいあ<ー>まあこういうのはある。はい、であまあその何でもストレスあるんですけどその例えば自分がこれだと思うところに就職してるとねあるいは分かって就職してるとあんまりストレス感じない時があるんですよね。うんで、えー、そういう意味ではあのちょっとね、はい、その辺をよく高校生の方にい。 就就職職の前に確かかめさててらをもらおうこれを今教育委員会の特にに運動してんですつまり教育の現場でね先生方にそれを是非やってもらおう。でそれは例えばですよ「お前本当はどこ行きたいと思ってんのあそこ行きたい」なんで思いそうすると「行ってくるか」と言ってねちょっと話を人事担当者かなんかに聞きに行かすんですね。 それで、こう、そうそう、職場の雰囲気とか見てくるじゃないですか。ね、はい、先輩の一人でも、話聞いてくるでしょ、えー、そうすると。ああ、そうかというのはわかりますね。はい、で、それで気に入ったら、まずそっちの方うがいいわけです。はい、企業の方も、気に入るかどうかわかりません。えー、ですね。えー、で,すで、両方が相思相愛になって、決まった時っていうのは、割と関係が強固になると思うんですよ。うん、で、そういう就職活動をきちんとやらせるいうね、そういうことを、今やってるところなんですね。はい。 ではです、ね、最後に和歌山で就職を希望している若者に知事から一言お願いします。はい、就職はですね、はい、まあ,あの私はもちろんあの、えー、そのよりいいところへジャンプアップしてね変わるというのはいいことだと思いますけどねでその時は自分にとってこれが一番見極めるということが必要なんですね。で ここは無理だなと思ったら、それは妥協するということも大事なんですよね。<ー>ほんで、えー、その中で納得をする。はい、それで、もうここでいいんだ。あるいはこれしかないんだ。これで頑張るんだ。言って納得して就職してもらったらいいと思いますね。で、私はね、実はね、通産省で採用担当をしてまし、はい、そうなんですか。はい。<laughs> で、まあ特にあの上級職の場合、はい、結構あの面接を密接にやるんですね。えー、で、 あのその時に、えー、まあ国家公務員なら、はい、上級職の国家公務員ならまあいいんだというような人は通算書は一人も取ってませんねうんあるいはそういう結果的にはそうなるんで、はい、であのどんなことをやりたいかあ、はい、例えば通商とか経済とかね産業育成とかそういうことをやりたいというような人がまあ来ますよね。はい、でそんな議論をしてるとあちょっと違うなと思ったらそれはいなくなりますね。うんうんそれから どんな雰囲気かって見て見ますよ学生さん何度も来るからね。はいはい、でそのこの雰囲気でいいんだと思う人が来るんで、えー、これはちょっと荒々しいなと思う人はあのいなくなりますね。でそれでもいいよくて自分はここ,ここで自分の自己実現をするんだというふうに納得して入ってこないと困るんですね。はい、でそういうふうに、まあ、就職っていうのはやったらいいんじゃないかと。 えー、求人側が「いやちょっとあんたよりこっちの方がいいんです」と言われたらそれは、はい、その時は次のことを考えて、うん、じゃあそこダメだったからここでいいんだということを確信を持つということが就職の時にはとっても必要なん、はい、です、ね、そういうことを和歌山の若者はみんなやってねそれで決まったら必死で働こうということじゃないですかね。 県の方で十分な情報を今集めてくれてますので、はいはい、若者の皆さんはしっかりその情報を自分でキャッチして選択してほしいですね今日はどうもありがとうございました、はい、どうありがとうございました